ガテテル2周年スペシャル情報。ガーディアンテールズ2周年おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんこんにちは。ガテテルチャンネルの看板ワイバーン姉妹、姉のルーナよ。こんにちは。同じくワイバーン姉妹、妹のアストリアです。ガテテルチャンネルといえば新米 YouTuber の私たちよね。え、でも私たちちゃんと登場するの初めてだけど。し、細かいことはいいのよアストリア。それにしても気づけばガーディアンテイルズもついに2周年まで来たわね。2周年ってすごいよね。改めてお礼をさせてもらうわ。いつも応援ありがとうございます。これからもガーディアンテイルズをよろしくお願いします。今回もいつも通り私たち2人で完璧に紹介していくわよ。まずはキャンペーン情報から。あれ、キャンペーン情報って何伝えればいいんだっけ。どうしようお姉ちゃん、何喋っていいかわかんない。しまった、カンペがないわ。待ってて、お姉ちゃん、あれでもない、これでもない。あったよ、カンペ。でかしたわ。古本、改めて紹介するわよ。2周年期間中は特別な録音キャンペーンが実施されますよ。いつもよりも報酬がゴージャスになります。毎日ログインすると合わせて3000ジェムももらえちゃうみたいですよ。3000ジェム、超すごいわ。今みたいなリアクションどうかしら。最高だったよお姉ちゃん。イベント期間中は鏡の狭間の報酬量がなんと2倍になるブーストイベントも開催予定です。アクセサリーをゲットする大チャンスですよ。え、今みたいな感じでどうかなお姉ちゃん。多分いい感じだったはずよアストリア。そうかな。もう私たちの目標を忘れたの。このガテテルチャンネルへ出演さえできれば私たちも晴れて憧れの YouTuber の仲間入り。そしたら私たちの夢に一歩近づくに違いないんだから。そうだね。ところでアストリア、せっかくガテテルチャンネルに出れたんだし、ここで一旦 YouTuber らしくあれをやってみない。あれって何？コメント読みよ。コメント読み。さあアストリア、コメ欄のみんなの意見を見てみるわよ。なんて書いてある？マーク W3 はどこだって。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。まあコメ読みはこのあたりにして続きをやって。こらこらこら、あなたたち、こんなところで何してるんですか？どうやって出てきたの？きちんと閉じ込めたはずなのに。私はアンドロイド、ピッキングなど朝飯前なのです。ピッキングじゃないじゃん。細かいことはいいのです。それよりあなたたち、番組を乗っ取るとは何事ですか？ごめんなさい。先ほどお二人の会話を聞かせていただきましたが、何やら事情があるようですね。ひとまず今回は私と一緒に番組を進行していきましょう。ガデテルを盛り上げたいという気持ちは一緒のはず。それにあなたたちの進行は見ていられません。番組進行のプロフェッショナルであるこのマーク W3 の手腕をとくとご覧ください。それではこちらをご覧ください。カマゾンランドに
新しくエンドレスモードが登場します。8階のボスステージをクリアすることで9階以降のステージが開放、最も高い階層へと到達した騎士様はランキングボードにその名が刻まれます。さらに9階以降のステージはそこでしか発生しないイベントやアーティファクトが多数存在します。終わりなき戦いの世界、君は生き延びることができるか。そして協力戦にもチャレンジャーよりも手応えのある新規難易度が実装予定です。新しく実装される難易度、その名もチャンピオンは、最高難易度限定の特別なギミックが搭載予定。カマゾンランドのエンドレスモードと協力戦の新難易度はいずれも10月4日のアップデート後に実装予定です。おー、さすがは番組進行のプロ。これからは師匠と呼ばせてください。ください。ふっふっふ、いいでしょう。でも師匠、私たちまだ新コンテンツとか高難易度に挑戦できるほど強くないんですけど、こういう時はどうすればいいんですか？なるほど、強さに自信がなくてお困りのようですね。そんなビジターのお二人に耳寄りな情報がありますよ。なんと10月4日のアップデートからさらに新コンテンツが追加。その名もガンタベリーガーディアン基礎訓練。こちらのモードでは様々なミッションが用意されており、ワールド4をクリアすることで報酬として可憐で強力な SSR 英雄ミヤ様を仲間にすることができます。おお、ミヤ様がもらえちゃうんですか？しかも他のミッションをこなしていくことでミヤ様の育成素材や装備を入手することが可能です。つまり新米騎士さんはミヤ様を強化してスムーズにゲームを進めることができるようになるってことですか？その通りです、アストリア様。アストリアでいいですよ。私たちは師匠の弟子なんだから呼び捨てにしてくださいよ。おや、そうですか？うん。ちなみに師匠、なんか他に復帰した騎士様向けのコンテンツとかはないんですか？私だってミヤ様欲しいんですけど、新米騎士様ばっかりずるい。ごもっともな意見です、ルーナ。しかしご安心を。実はですね、あるんです。復帰した騎士様たちにも特典が。10月4日から開催予定のロードマップイベントではミヤ様とモチーフ武器、その他にも様々な豪華アイテムを入手することができるのです。おー、お分かりいただけましたか？つまり復帰した騎士様でもどなたでも超強力なミヤ様を仲間に迎え入れるチャンスがあるのです。すごい。2周年という素晴らしい機会を全ての騎士様に楽しんでいただくためです。他にもまだまだ新規コンテンツが追加予定ですよ。まだあるんですか？太っ腹すぎ。なんだか通販番組みたいになってきましたが、まあいいでしょう。こちらをご覧ください。この度新コンテンツの実装が決定しました。その名もシーズンミッション。こちらはシーズン制の期間限定コンテンツ。開催期間中に専用ミッションをこなすことで各シーズンごとの限定報酬を手に入れることができます。ここでしか手に入らない限定コスチュームや武器コスチューム、そしてバッジやフレームが手に入ります。
バッジ？フレーム？バッジとフレームはシーズンミッションと同時に導入される新機能。自身のプロフィール画面を好きにカスタマイズすることができるようになるのです。入手した限定バッジやフレームで自分だけのプロフィールを作り、フレンドやギルドメンバーにアピールしましょう。ふんふん。っていうかアストリア、フレンド機能なんてあったっけ？さあ、いつの間にか実装されたのかな。おっと、お二人とも目の付けどころがいいですね。実はフレンド機能も今回のアップデートにて実装されるのです。フレンドになることで協力戦や防衛戦、フレンドマッチを友達同士で進めることができるようになるのです。へえ。ちなみにこれって誰の画面なんですか、師匠？私です。あ、お友達いないんだ。ぐわ、こら、アストリア、ごめんなさい。こちらの欄にお友達のハッシュタグを入れることでお友達を検索することが可能です。アストリア、私たちのハッシュタグを入れてあげるわよ。そうだね、お姉ちゃん。ハッシュタグがわからなくてもギルドメンバーや最近一緒に遊んだ人ならフレンドに追加することが可能です。はい、師匠、私たちとフレンドになったわよ。お友達は自身の農場に招待することもできますよ。あ、元気になった。フレンドになってくれたお礼としてお二人を私の農場に招待して差し上げましょう。すごい。あれ、農場にこんなのあったっけ。師匠、何ですかこれ。ふっふっふ、気づかれたようですね。実はなんと農場にも新規コンテンツの追加実装が決定したのです。その名も釣り&水族館。釣り&水族館。反応が少々オーバーですね。まあいいですけど、アップデート後は農場の桟橋に行くと釣りができるようになっています。釣り竿と餌を使うことで魚を入手することができ、入手したお魚は水族館で展示されますよ。フレンド同士で水族館の展示を競い合ってみるのも楽しいかもしれませんね。いかがでしたか。これがガデテルチャンネルを支えてきたプロの進行というものです。さすがは師匠でした。私たちも勉強不足ね。そういえばお二人は何か大事な事情があって番組に来た様子でしたね。そうなんです、私たち有名YouTuberになりたくて。なるほど。しかし司会進行というものは経験あるのみ、場数がものを言う世界です。もしよろしければここから先の進行はお二人でやってみますか？いいですか？私たち三人、ガデテルを盛り上げたいという気持ちは一緒のはず。これからガデテルのためにも、ここは一つ、あなた方にバトンタッチしてみてもいいでしょう。師匠！いいですか？二人とも、こちらの紙に、これから先のキャンペーン情報が書いてあります。読んでみてください。二人とも読んだ情報は順番通りにきちんと進行してくださいね。くれぐれも驚いて漏らしたりしないように。なはは、師匠ったら、そんなの当たり前じゃないですか。私たちがそんなヘマをするわけないじゃないですか。なになに？2周年記念で浮遊城が特別仕様になってる？さらに姫様からのプレゼントも豪華になったり、それから、無料ってこれ！お姉ちゃん、
師匠に言われたばっかりでしょ。ネタバレダメ、絶対。そうだったわね。危ないところだったわ。気を取り直して次のコーナーに行くわよ。うん、それではどうぞ。ガデテル2周年を記念してマリオンクレープ様とのコラボが開催決定。コラボクレープが全国4店舗限定で販売。クレープ美味しそうだな。いい感じに発表できたわね、アストリア。うん、じゃあお姉ちゃん、次はあれの発表しちゃう？そうね、さっきちょっとだけ言っちゃったけど、満を持してあれの発表しちゃいましょうか。いくわよ。120連。うわー、ガデテル2周年をお祝いして最大120連召喚無料のキャンペーンが実施決定よ。このチャンスをお見逃しなく。どうでしたか師匠、私たちうまくできてましたか？素晴らしい発表ぶりでしたよ。私と並ぶくらい。やったー。いやー、でも一番最後の大事な発表を任せてくれるなんて、師匠も太っ腹ですね。最後、最後？二人とも一体いつから120連無料が最後だと錯覚していたのですか？騙して悪かったですね。実はまだ一つだけとっておきの発表が残されているのです。とっておきの発表？それって何ですか師匠？ふっふっふ、それはですね、こちらをご覧ください。一人ぼっちなんだね、かわいそうに。この姿、拙者はどうしてご主人みたいになっちゃったんだ？拙者は猫である。名前はすでにある。ミケである。いくぞにゃっにゃー。優しく切るから痛くにゃいよ。誠の武士にまた一歩近づいた。ご主人はどこに行ってしまったのか。まるで拙者のようで、本当にそれでいいのかよくわからないけど。ガーディアンテイルズ日本サービス2周年を記念した新英雄ミケ様が日本先行で登場決定です。少年に命を救われたミケ猫のミケ様は、とある事件がきっかけで人間へと姿を変えました。属性は無属性の戦士。戦闘では華麗な斬撃で敵を翻弄し、安定したダメージを与えることができます。刀を鞘に収めることで次に出す攻撃のダメージを大幅に増やすことができます。同時実装されるモチーフ武器を使えば、さらに戦闘能力が強化され、スキルが命中した時に無属性耐性をダウンさせることもできるようになります。そしてミケ様のこれまでの物語とその後の出会いを描いたビジュアルノベルも同時に登場。ゲーム内、浮遊城にある旅館からご覧になれます。ぜひお楽しみに。新英雄のミケ様の獲得確率が上がるピックアップ英雄召喚は10月4日のメンテナンス後から開催予定です。ガデテル2周年のスペシャル情報番組は以上となります。 1.5 周年からスタジオへの乱入などいろいろなハプニングに見舞われることもありましたが、ここまで番組を続けることができたのも皆様の応援のおかげです。引き続きガーディアンテイルズをよろしくお願いいたします。おいかがですか、ルーナ、アストリア。これがパーフェクトな番組進行というものです。さすがはお師匠でした。私たちのせいで危うく2周年の機会がめちゃくちゃになるところだったのね。今になって反省してきたわ。ごめんなさい師匠。わかればいいのです。き
っと騎士の皆様も許してくれるはずですよ。それにお二人は何か大事な事情を抱えておられるのでしょう。そうなんですよ、私たちどうしてもお金を稼がなくちゃいけなくて。それで有名になるためにYouTuberデビューを目指してたって感じなの。ふむ、有名になりたいですか。詳しい事情は後で聞くとして、ひとまず今後も番組に出られるかどうかマスターに掛け合ってみましょうか。え、いいんですか師匠。今日頑張ってくれたお礼です。また番組に出られるように交渉してみましょう。わーい、ありがとうございます師匠。一生ついていきます。ふっふっふ、もっと褒めてくれていいですよ。そろそろお別れの時間がやってきましたね。名残惜しいですが番組はここまで。それでは皆様、また会う日までごきげんよう。ごきげんよう。